はどうもお疲れ様ででですすす今日はですね創価学会のお話なんですけども昨日動画の方で上げさせていただいたその創価学会がですね公明党をもう回答するんだみたいなね、うん、まあそんなことがあったよとそんなことを言ってる人がいたよってことなんですけどもあそこで、えー、YouTube 動画でねお話しされていた方のことはなんかよく分かんないんですけどもねあんな方がいるんだなというところでございます。まあ、創価学会について YouTube ね ちょっといろいろ見てみたんですけどもそんなにたくさん情報があるわけじゃないんで私もね創価学会にやっとこう縁を持ったかなと創価学会のことを少しずつ、うん、興味を持って見てるような感じかなっていうところでまあ本当にまだ全然よく分かってないような状態でございますまあですんでねこの動画を通じていろいろとご存知の方がいたら教えていただいたら幸いかなと思ってますえその中でねね今日ね あの創価学会の,その幹部の方がどんどん離脱してるっていうこともちょっと耳に挟みましてでこれまたね動画の方を見つけたわけなんですけどもあの創価学会の中で大幹部と言われている藤田さんって方がねこれ告発をしたらしいんですよで何の告発をしたのかいまいち分からないんですけどもちょっと動画概要欄にね「橋本チャンネル4」ってやつがありますので該当の動画の URL を貼っときますね うんまあ、これがね2024年の6月3日の更新なんで、まあ、一番新しいこの方の動画だと思いますこの方は創価学会の一般会員さんなのかな、うん、で創価学会の中でどんな、ね、会員のランクがあるのかってことは私存じないわけですけどもこれからいろいろとねあの見ていこうかなと思います、まあ、とにかく創価学会ねあの今までとは違ってだいぶグラグラしてるのかなというところでございます あの、創価学会自体、私特に恨みがあるわけじゃなくてね、あの、やっぱり近所にいらっしゃる創価学会の会員さんも、まあ、非常に付き合いやすい方で、えー、友人としてね、お付き合いさせていただいたりとか、まあ、選挙のこととかね、いろいろとこう、情報をいただいたりとかして、あの、まあ、本当にラブピースみたいな感じでね、いい方ばっかりなんじゃないかなと思いますけども、どうもね、その創価学会の中で、その、上位の人とかがね、 トップがちょっと腐ってるのかどうか分かりませんけども、うん、なんか妙な感じになってきてるみたいです。まあ組織ってのはね、大きくなればなるほど、その腐敗が頭の方に溜まりますんで、まあ体は頭から腐るみたいな言葉が昔ありましたけども、まあ、そんなところにも近いのかなと。で、あとはね、一般会員さんがやっぱり、ちょっとね、なんかあんまりそんな豊かな暮らしをしていないのかなと思うんですよ。うん これは私の完全なるね断片的な主観になるんですけども創価学会の上位の方っていうのはなんかきらびやかでねでそうじゃない一般の方っていうのはなんかそうでもないみたいなその創価学会の内部で随分とねうんこう金銭的にも格差が生まれてるかなというところがあったりなんか創価学会の運動を十分できるように担保されている。 まあそういった方々とね、それから流れてくる情報を処理することが精一杯みたいな、それこそね、政教新聞っていうのがありますけれども、あれをね、目を通す暇もないぐらい一生懸命働いている方がいてっていう感じで、情報においてもすごく格差が生じていて、でそれをね、一般会員さんは自分の信心と努力と工夫が足りないから、まだまだだなっていうふうに、まあ、本当にそういうお気持ちでいらっしゃるな。 大したもんだと思うんですけども、でも反面ね、じゃあ、総学会の幹部の方とか、まあ、より上位の方が、本当に池田大作さんの理念を自分のものにしてるのかってことは、まあ、私はね、外部から見てるんで分かりませんけども、どうもそうではないんじゃないかなっていうところが、あ大物の脱退に続いているのかなってとこととね、それから何よりも公明党が全然総合学会の 意思を反映してないっていうふうに私はいつも見えていたわけですけども、その辺もね、亀裂が入っているのかなというふうに感じちゃいますね。はい。まあ何にしても私のね、総科学会についての情報収集を始まったばかりですんで、えー、しかもそんなにね、エネルギーをかけて、総価学会について四六時中考えてるわけでもありませんので、本当に一日のうちにちょびっと、総価学会とは何ぞやとね、チャット GPT でも聞いてみようかなというと。 それでは皆さん、風邪に注意してくださいねお疲れ様